みんな旅してる？どうもベンです。今回は荷物紹介。これから世界一周旅行に行くので、その荷物を紹介します。高校生からバックパッカーとして旅してきた私の現状最強のパッキングをお見せします。こちらが今回私が持っていく全ての荷物です。バックパック1つとミニバッグ1つで行きます。旅の便利グッズだったり紹介するので、ぜひ最後まで見ていってください。旅の日程やルートなどは動画の最後の方で紹介します。では一つ一つ見ていきましょう。で、常にポケットに入れて持ち歩くのがこの携帯 iPhone。 これがないとちょっと、いや、かなり不便。まずはバックパックをご紹介。44リットルのキャビンゼロというメーカーのバックパックで、 LCC でも機内持ち込み可能なサイズを選びました。中を開けるとこんな感じ。こちらがメイン収納。それでは一つずつ紹介していきます。中身を取り出すとこんな感じ。まずは衣類から。衣類はこちらの2つのキューブに分けてあって、 Amazon で旅行用圧縮袋って調べたら一番上に出てきた2つのものを買ってみました。まあ2つ必要だったので別に優劣はないのでどっちでもいいと思います。寒い時に羽織れるものが1つあると便利です。ザックカバー、雨が降った時にこれがないとね、ちょっと厳しいので持っといた方が安心です。で、ウルトラライトダウン、これは安定ですよね。まあ今回はそこまで寒い地域に行く予定はないんですけど、まあ一応念のために持っておきます。こちらの黒い方には普段の洋服が入っています。ロングパンツが1つと無印の靴下を3個、全部同じので統一してます。で、パンツが3つ、ハーフパンツが2着、プールにも入れるように速乾性のものを採用してます。シャツは3枚で回します。こちらダイソーで買ったSD カードケース4つ入るようになってます。で、有線のイヤホン、これはカードリーダーなんだけどめちゃめちゃちっちゃいからマジでおすすめです。南京錠、この他にあと2つ、合計3つ持っていきます。防犯対策です。中を開けるとこんな感じ。海外では必須な変換プラグ、100円とか200円で売ってるものでもいいんですけど、全ての国や地域に対応しているものと USB のポートがたくさんあるのでこれも重宝するので1つあると便利です。アンカーの充電器、コンセントが折りたたみ式になってるからこんなにコンパクトになってめちゃめちゃ有能です。しかも高速充電にも対応してるからこれで MacBook 充電できちゃうんです。ちょっと高いけど買ってよかった。 iPhone 用の充電ケーブル、 GoPro のマウントです。一応予備で昔使ってた携帯を持っていきます。こちらも GoPro 用のマウント、全て入れるとこんな感じ。ガジェットポーチは以上でした。続いては編集で使うパソコン。編集だけじゃなくていろいろ調べたり飛行機とかホテルなんかを予約するときにも使えます。こちらは PC ケース、 Amazon でパソコンケースと調べたら一番上で出てきたものを購入しました。思ったよりでかかったんだけど中がモコモコしていてかなり頑丈そうでブロックしてくるので気に入ってます。ポケットがあるのでそこに無印のノートを差し込んでいます。私は日記を書くのが日頃のルーティンなので旅先でもそれを継続しようかなと思ってノートを差し込んでおります。ガジェット類は一応こんな感じですね。続きまして無印良品のポーチ、歯磨きセット、保湿クリーム、ニベアですね。ワンプッシュで効く虫除けのようなもの、耳栓、安眠対策ですね、爪切り、目薬、エチケットカッター等などなど入っております。そして今回の旅で初めて採用したのがこちらネックピロー。結構かさばるからね、やっぱり導入するか迷ったんですけど、まあ今回はちょっと試してみようということで、そんなに高くもないし試してみようと思って買ってみました。割とまあ Amazon でまあネックピローって調べて一番上の方に出てきた良さそうなものを購入してみました。まあ実際使ってるんですけど、まあ結構まあ買ってよかったなって思ってるので、うん、まあちょっとやっぱりねかさばるのが傷ですけど、うん、まあまああってもいいのかなと思いますね。まあこれは予想談ですね。続きましてこれは使ってる人多いよね、無印良品の吊るせるポーチです。フックが付いてて吊るせるようになってます。まあここには基本的にひげ剃りセットなんですけど、このシェービングフォーム、あの飛行機で補充されたので皆さん気をつけてください。そしてこのチャックの中にはエアタグを押し込んでおります。まあなくした時の保険ですよね。まあこれを発動することがないことを祈ります。まあ杞憂であってほしい。で、一応裏にはマスク、まあ使うことはないとは思うんですけど、一応まあ1枚だけマスクを忍ばせております。そしてサンダルですね。まあホステルとか宿とかでまあ大体靴毎回履くのめんどくさいしリラックスしたいのでサンダルは持っといた方がいいと思います。こちらが日常的に携帯する携帯バッグです。ショルダーバッグですね。中身はこんな感じ。まずはアンカーのモバイルバッテリー、これは使ってる人多いですよね。これはやっぱり多いですよね。うん、まあこれでいい、これがいいっていう安定の
商品です。続いて無印良品のミニ財布。今回の日本生活で一応財布に余った3万7000円分を空港で換金したいと思います。特に、こだわった数字ではありません。欧米のホステルなんか行くとデポジットとかなんか環境税とかで受付で現金を請求されることがよくあるので、まあそのためにも現金は持っといた方がいいかなと思います。こちらは東急ハンズで昔買ったカードケース、何気なく買ったんですけど、これはもうめちゃめちゃ使い勝手が良くて、もう3年ぐらいかな、気に入ってずっと使ってますね。今回持っていくカードはこちらの7枚。まずはクレジットカード、クレジットカードは3枚持っていきます。ビザが2枚とマスターカードが1枚。これは前の動画でも言ったんですけど、ビザとマスターカード両方持っておくと安心です。 ATM 用のキャッシュカード、そして世界中のラウンジに入ることができるプライオリティパス、これもおすすめ。そして一応免許証、メインで使う楽天カードだけは財布の中に入れて、あとはカードケースに入れて別で持ち歩きたいと思います。財布事情はこんな感じ。ライトニングケーブル、充電用ですね。飛行機とか充電ポートとか、ま、やっぱりまだ USB-A しかないところが多いので USB-A を持っといた方が、使う場面が多いかなって思います。必ず必要なパスポートと AirPods Pro、スマホ用のミニ三脚、手軽に撮りたい時にめちゃめちゃおすすめです。畳めばちっちゃくなるし1個持っておくと重宝します。撮影用に GoPro9。 今回は治安の良くない地域も歩くのでブランド物だと分かるロゴ等は隠しております。 GoPro 用の三脚、外側を見ていきましょう。外側にかかっているものは防犯ロックキー、これは持っといた方がいいと思いますよ。これはクリッパっていう製品なんですけど、いろんなところにかけられるようになるので、これはね1個あるとめちゃめちゃ重宝します。でアイマスクも持っといた方がいいですよ。中はこんな感じになってて、メッシュのポケットに入っているのが速乾タオル、まあ、実際に3ヶ月ぐらい使用してるんですけど、まあ、めちゃめちゃすぐ乾くし、まあ、拭き心地もそんなに悪くはないのでおすすめです。でサングラスとボールペン、外のポケットに入っているものは100円で買ったチャック付き収納パック、これはね何かとあると便利ですよね。航空券とかいろいろなものをしまうためのクリアファイルも忍ばせています。もう一度中に詰めるとこんな感じ。これら全ての重量を 6.7 キロに収まりました。これにお気に入りの帽子をかぶってこれで出発します。今回の旅は日程とかきちっと全然決めてなくて、まあその時の気分で次行く国を決めるぐらいゆるく旅をしたいと思ってます。まあ、期間は一応大体、まあ、1年前後ぐらい、全然もっと早めに帰ってくる、来たりもっと伸びたりする可能性もあります。はい。まあ、費用はまあ大体150万ぐらい、ここまで貧乏旅っていうわけでもなく、節約するところは節約して、お金を払うべきところはしっかりお金を払っていい体験を得るっていうことをモットーに旅していきたいと思います。このためにずっと頑張ってお金を貯めてきたので非常に楽しみです。今回の旅用に新しくインスタグラムとツイッターのアカウントを開設したので、下にリンクも貼ってますし、こちらの多分ここら辺に出ると思うんで、ユーザーネームで検索してもらえば出ると思うので、そちらでねリアルタイムの様子を発信していくので、ぜひ、フォローとこちらの YouTube チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは旅へ行ってきます。